住吉秀松から1928年10月8日は、広島県出身の実業家。日本統治時代の台湾で土木建築業業の住吉組を起こしたほか、当時の自治組織だった台南市協議会員を務めた。また、民間の消防団、台南消防組で市内の防災に貢献したことから、現地では台南消防の父として知られている。 合同庁舎となる前のご大天記念塔。日の宮倉右手の低層外屋上に、秀松像が確認できる1872年、広島県鴨茂郡広村で出生。1900年に、台湾へ移り、鹿島組で鉄道などのインフラ建設に従事、後年独立し、台南で住吉組を設立する。1920年、有限責任信用組合台南更新社理事に、 就任するとともに、台南土木建築家負い業組合の相談役となった。1922年、更新社理事を退き、台南土木建築家負い業組合の組合長となった。1925年、台南商工会表議員及び台湾漁業株式会社監査役となる。このほか、住吉は台南消防組設立と密接な関係がある。 台南消防組は1919 19年にすでに設立されていた。市内では初の民間消防団であり、秀松は頭取りを務め、消防車を寄贈したり、台南合同庁舎の日のみやぐら建設費用を寄付するなど、事前家としても知られていた。1927年6月10日、台湾総督府警務局は、台湾党消防会議を招集、同時に、 台湾消防協会が設立された。住吉も加入しており、設立時会員33名に名を連ねている。1920年から1928年まで、台南市協議会員も務めている。台南いよいよ、田地再建費。最上段に秀松の名を確認できる。台南市内の台南いよいよ、田地は1928年に再建される際に、生前の秀松が、 費用の寄付人の一人に名を連ねており、寺の再建後に建てられた寄付者の石碑に秀松の氏名が確認できる。1928年10月8日に病死、去年56歳、10月15日に告別式が取り行われた。西本願寺予定地だった日本人墓地に埋葬された。消防組は、秀松まに半身像を制作している台湾日日新の 銅像安置報道によると、この銅像は、大阪の今村銅器中造所へ発注され、1929年10月18日には、台南州庁前の消防詰め所内に像が安置されている。1930年5月8日、銅像は、台南市消防組詰め所防火ロ左角、消防器具置き場の屋上に移設された。また、秀松の墓碑は、戦後も、 台南の日本人墓地にあり続けたが、台湾籍の住吉組元従業員が秀松の家族に委託されて入れしていた。1980年代に墓地が移転するのに伴い、元従業員の手元で保管され、後日の放帯した家族と開校することになった。墓碑は国立台湾歴史博物館が鑑定後に収蔵される見通し、北条住吉組は秀松が設立した。 中規模の土建業者。本店は、台南市に所在し、台北州台北市に、支店、議覧街、収集街、大行街などに出張所を構えていた。他にも究極道では、レンガ製造工場を所有していた。などで施向を担当している。秀松の死去後は、長男の雄造が経営を継いだ。その後1935年に中井組の中井清江に、 経営が引き継がれている。秀松の出生した広島には、織田信長の血縁を有する親族がいたとされ、住吉家の家門は、織田氏のご売りとお花を踏襲していた。住吉秀松と妻の立は2男4乗を設けた。長男の雄三は、秀松の没後に住吉組を継いだ。長女は、台南速攻所の第七代所長兼有りさん、高山観測所所長だった。 近藤石蔵に嫁いだ。三女は戦前台南の高級料亭うぐいす料理を経営していた天野家の次男に嫁ぎ、二男を設けた。次男は戦後日本に引き上げたが2019年4月14日に家族と共に包帯、急遽参観している。その翌日には旧合同庁舎を修復した消防資料館開幕に立ち会い、台南市政府消防局に寄付を行っている。 秀松の急遽は、市内製年路と強化街の交差点、東市場付近にあり、第二次世界大戦後は、国民政府が接収、軍人、節学の宿舎として使われた。その後、財界人の高二喜徳が、節学から権利を買い取り、土地も入手した。建物の保存状態は良好で、住吉屋名義だった、当時の施設神社遺跡、家門、文物があった。 西木徳の死後は、遺族の間で遺産争いが展開された。2018年、西木徳の孫である孔子博が、台南市長選挙出馬を表明した際に、その父でかつて、台湾将棋会議長や台南県長、立法委員を務めた、政治家の高井久一氏が自宅を、報道陣に公開した。一年後、秀松の子孫が日本から邸宅を訪問し、 旧体南合同庁舎をリノベーションした消防資料館の開幕に立ち会った。2019年6月28日、郷土市研究家の李文雄が、皇家邸宅の日差しが除去されているのことに気づき、建屋が撤去されてしまうのではないかと案じた。思う白によると、建屋は皇家の所有だが、それ以外の庭などは権利を有していなかった。建屋は死に、 文化資産登録を申請中であり、撤去はあり得ないとしている。西木徳の遺族館で、秀松急遽の財産権をめぐって、数度の法廷争いがあり、2016年の法院判決で建屋を中心に五分の二は、皇家に神社や家門入りの文物を含む五分の三は、西木徳の御妻とその系譜であるキエが、相続することになっていた。後家は、 旧住吉邸の後方に自宅を建築し、そこへの通路は共有財産となっていた。後家は旧住吉邸を歴史建築にする意向を、市政府文化局へ申し入れていたが、高野が意向を表明していなかった。郷土研究家の利は、完全に保存し、住吉秀松記念館とすることを希望していた。2019年7月7日夕方、台南市文化資産管理所は、 市民の通報を受けて急遽に駆けつけ、翌日には緊急調査を行い、文化資産存続が危ぶまれるとして、邸宅を暫定戸籍に指定した。その後10月3日に、市政府の審議にて、急遽は一佐だ戸籍に正式認定された。ありがとうございます。